然、一度だけどうにも奇妙な体験をしたことがある。金縛りというものは多くの人が経験してると思うが、あれは脳の錯覚で、本当は寝ているだけなのに、起きていると脳が勘違いをしてしまうために起こる現象、なのだと一般的には言われていて、俺も全くそうだと思う。じゃあ、金縛りが起きた時、実際にその様子を他者的視点から見たらどう見えるのか。俺はそのことに興味が湧き、実際に自分の寝姿をビデオに撮ることにした。寝る前にカメラをセットし、寝てる間に金縛りにあったと思ったら、朝起きてビデオを確認するという段取りだが、そう都合よく金縛りに遭遇することもなく、初めてから2ヶ月くらいは空振りの日々が続いた。ある日の夜、ついにその時が訪れた。その日は特に疲れたということもなく、今日も空振りだなと特に期待せず眠りについたのだが、眠ってから、感覚的に4時間後。自分の中では夜中の3時くらいに、金縛り直前特有の嫌な感覚が襲ってきて、直後に意識が覚醒したと思うと同時に体が硬直。ついに来たか、という興奮と、冷静になろうとする感情が入り乱れる。今回の目的は、金縛りになることもそうだが、この状態をいかに長く持続させるかが重要だ。長時間金縛り状態を保たないと、ビデオを見た時にどこがそれだったのかわからない可能性が高いからだ。俺は、リラックスしすぎないように手や体を動かそうとしながら、やはり動かないな、などと妙に冷静な状態を保つことができ、金縛りになってから5分くらいは経った感覚があった。この状態を保つのにも疲れてきてもうそろそろいいだろうということで最後の仕上げにかかった。今回、金縛りに遭うことの他に、自分の中である計画があった。金縛り中に、思いっきり叫んでみたらどうなるか、だ。金縛りの最中、思いっきり叫ぶその様子を、外から見たらどう見えるのか。本当に叫んでるのか。それとも、叫んだと思っただけで実際には叫んでないのか。それが知りたかったので、俺は金縛りの最後に全身全霊を振り絞って、うおーと叫んでみた。確かに自分では叫べたと思った。叫んだと同時に力を使い果たし、意識が遠のいて、気がついたら朝になっていた。妙に体がだるい。あれだけ気力を振り絞ったのだから、当然だとも言えるが、本当なら撮った映像をすぐにでも見たいところだが、とりあえず仕事に出かけ、帰ってきてからビデオを見ることにした。仕事から帰宅し、いよいよ昨日撮ったビデオを見る。楽しみだが、まあ、おそらくただ自分が寝てる姿が映し出されているだけだろう。叫んだところがどう映ってるのかが気になるところだ。カメラを PC につなぎ、ファイルを確認する。ここでちょっとおかしなことに気づいた。通常、保存された動画は、投資番号、拡張子、となる。フォルダ内には、数日前から消さずに取りためた動画ファイル数個と、昨日撮った動画ファイルだけがあるはずだったが、フォルダ内には、SSGGG34333333、BQ 面向 SS くけがれくつみず、のような、めちゃめちゃな名前のファイルが30個くらいあった。拡張子もない。ダブルクリックしても当然開けない。ファイルサイズは、それぞれ、3KB から、550MB くらいまであったが、試しに動画と同じ拡張子をつけて、ダブルクリックしてみても再生されない。仕方なく、ちゃんと、投資番号、拡張子、となってるファイルを開くことにした。投資番号が、一番新しいものが、昨日撮った映像だろう。更新日時も今朝になっている。再生が始まり、部屋が映し出される。角度的には、ベッドで寝てる俺の足元の斜め上から俯瞰で撮っている形だ。画面の下が一番手前になり、俺の足側、画面の上が一番奥になり、俺の頭側、ということになる。
しばらくは何事も起こらなさそうなので早送りをする。ここで、あれ、と思った。この動画の総時間が画面の右下に表示されているのだが、4時間ちょっとしかない。寝た時間から考えると、7時間くらいあるはずなのだが、妙に短いのだ。ずっと早送りを続ける。その間、ベッドで寝ている俺は時折寝返りを打ったり、微妙に動いているだけで何の変化もない。動画の4分の3過ぎたあたり、つまり開始から3時間経ったあたりまで早送りしたが、何の変化もない。しかし、昨日の感覚的に、このあたりで金縛りにあったんじゃないか、と予想を立てて、このあたりから通常再生にする。動画開始から3時間半を過ぎたあたりで、異常が起こった。先ほどと変わらぬ寝返りを打とうとした俺が、寝返りを打つちょうど真ん中あたりで画面が固まった。具体的に言うと、右手が空中に浮いた状態で画面がそのままになってしまった。あれ?と思って画面をよく見ると、再生自体は続いている。経過時間を表す数字も、変わらず進み続けている。画面の中の俺だけが、不自然に腕を空中に静止させたまま、一時停止のように動かないのだ。もしかしてこれが金縛りなのか?あまりの予想してなかった展開に心臓がバクバクしている。金縛りとは脳の錯覚ではなかったのか?実際に体が硬直するものだとは思いもしなかったので、どう捉えていいのかわからないまま、動画は再生を続ける。硬直してから3分、画面は変わらないままだ。と思ったが、何かおかしい。この違和感は何なのか?と疑問に感じているうち、はっと気がついた。寝てる俺の足元の布団の中から、何か黒いものが出てきている。あまりにゆっくりとした動きのため気づかなかったのだが、明らかに俺の体じゃないものが、俺の足元から何か出てきている。やがて、何か出てきているそれは、黒い部分の他に白い部分も見え始めた。どうやら髪の毛と額のようだ。人の顔。人の顔が、俺の足元の布団から逆さまにゆっくりと出てきている。それに気づいた瞬間、俺は心臓が飛び出そうになった。もう動画を見るのをやめよう。そう思ったが、なぜか動画を見るのをやめられない。手がガタガタ震えているのに、なぜか動画を見ることをやめてはいけないかのように、停止ボタンをクリックすることができない。体の自由が効かない。起きながらにして金縛りにあっているかのように。ついにその顔は半分近く布団からせり出し、目が完全に見えている。その両目は全く正気がないが、カメラ越しにこっちを見てるように見える。そのうち、映像から、にゃんにゃんにゃん、という金属、バネ、的な音や、ピシ、バシ、という破裂音も聞こえ始めた。このまま見続けたらやばい、あの顔が全部出てしまったらやばい、と直感でそう感じる。やめてくれ、もう見たくない、やめてくれ。心の中で叫び続ける。動画の再生時間はもう間もなく終わりに近づいている。頼む。このまま全てが見える前に動画が終わってくれ。と念じた次の瞬間、信じられないものが画面に映った。画面の端からぬっと現れた人影が、ビデオのスイッチを押して録画を停止させたのだ。しかし、その画面に映った、録画を停止させた人物は、他ならぬ俺だった。画面に現れた俺は、無表情のままカメラに手を伸ばし、スイッチを押した。それを見た俺はもはや恐怖と混乱が頂点に達し、そのまま気を失ってしまった。気づいたら、PC デスクに突っ伏したまま朝を迎えていたが、モニター上のフォルダには、動画ファイルと謎のファイルがそのまま残っている。夢ではなかったのだ。正直、そのファイルを再生する気には二度となれず、動画を消去した上にカメラもその後、処分してしまったのだが、その日は気分が悪く、会社も休んでしまった。
あの時、俺が見たものは一体何だったのか。録画を停止させたのは紛れもなく俺だったが、そんな記憶はないし。だとしたら、布団で寝てたのは一体誰だったというのか。そして、あの顔は。あれ以来、俺は一度も金縛りに遭っていない。